はい、カームでーす。いつもご視聴ありがとうございます。はい。はい、今日はですね、なんとなく真面目な話なんですけど、はい、お仕事のことなんですね。はい、最近ですね、メテオカラートリートメントっていうのをやってるんですけど、はい、取り入れたんです。導入したんですけど、はい、なんていうのかな、メテオカラートリートメントをしてくれたお客様が、皆さん、必ず絶対喜んでいただいてます。はい。ね、私もハラハラドキドキしながらおすすめして、どんな仕上がりになるんだろうっていつも実は思ってるんです。っていうのは、まあ、これがメテオ GL っていうトリートメントなんですけど、こちらが一番最初に、はい、発売になったそうなんです。はい。で、私はその頃は何も知らず、はい、これは知らず、はい。一体何なんだろうって、初めて聞いた時は何メテオなんとかって何みたいな感じだったんだけど、実際にちょっと手に取って、まずは妹がモデルになった札幌セミナーで、モデルにさせてもらって、私知ってる方は、いらっしゃると思うんですけど、ヘアカラーを自分でアレルギーになってしまってできないんですよね。なので自分では実感してないんです。はい、ですがノットの中田さんの美容室の、ノットミストですかね。ノットミストと、サコンさんが作った、ノアオイルを、まあ、ネットで、頼んでですね、長戸さんの美容室から、注文して、届いたので、それを使ってるんですよね。そうすると、そのメテオというか、こちらの、はい、メテオメニューの、その、ツヤ感とか、なんだろう、サラサラ感とか、そのエイジング毛に対する、うねりとか、そういうのが、ドライヤーかけて、まあ、アイロンしますよね。それをすると、まあ、似たような質感といいますか、はい。実際はメテオこのトリートメントカラーをしっかりするのとは違うけど、フォームケアの一つとしてこの商品がいっぱいあるんですけど、こちらシャンプーとかね、はい、別に宣伝してるわけじゃないんだけど、自分が実感できない分、このこちらのノットのミストとか、ノアオイルを使用してたんですよね。で、こんな感じなんだっていうのは分かりますが、実際そのお客さんの髪をやりながら、わあ、これどうなっていくんだろうって、もともと張り越しがあってツヤがあってとかっていう方もいらっしゃる。それは年代で言ったら、まあ、30代とか40代の方が、結構そういう感じなんだけど、やっぱそれ以降私たち世代、くせ毛がすごく、うねりがなかったはずがうねってきたとか、なんて言うんだろうな、こうアホ毛がすごいとか、この辺がちょっと抜け毛ってきちゃったとか、まあまあ髪の毛が細くなったとか、そういう感じなんですよね。そういう方に、あと白髪染めとかしてる、繰り返しホームカラーもしてるとか、そういう方に私は絶対おすすめしたいっていう風に、その店でカラートリートメントしながら今もうずっと思ってるとこですね。で、やっぱり動画でないか、インスタグラムの方で、カームのインスタグラムの方で、結構ストーリーズに、お客様のそのビフォーアフターとか、あとこうもらった言葉とか、あとサラサラの例の仕上がり載せたりはしてるんですけど、そういうのをやっぱ見てて、見てはくれてる方はたくさんいると思うんですけど、はいはい。で、こうなるんだ、みたいな感じで、やっぱり思う方はいると思うんです。まあ、私もそんな中の一人だったんですけども、はい。で、実際ここで、まあ、今トリートメント、メテオカラートリートメント、今日は、キャンペーン中で、少し、お安く、6月、7月と、お安く、提供してるんですけども、まあ、そのメテオっていうか、そのトリートメントに対する、なんだろう、どんな感じなんだろうとか、本当にそんななるのみたいな、なんか謎な気持ちってわかるんですけど、あるんですよね。ある方が、実際一回でいいからやってみたいな感じで、こう、やってみるみたいな感じで、やってくださってる方も、わーって、その最後の仕上がりに、わー、自分の髪じゃないみたいとか、なんだろう、すごい感動してくれるんですよね。はい。まあ、もちろん、そんなずっと続くものではなくて、まあ、だいたい1ヶ月ぐらいかな、このカラートリートメントに関しては。はい。で、まあ、手触り。全然健康な髪、
で、ツヤがあるよなっていう髪の方でも全然質感がまあ変わるわけですよ。だから私もうわーって一緒に感動するわけですよ。で、もうなんか結構なんていうんですかね、やってる最中は、あれも入れてこれも入れてって、まあ結構いろんなもの入れるんですけどそう、あとなんか工程があってアイロンでこう最後に、トリートメントをギュッと入れ込むっていう作業もあるんですけども、結構テンパってるっていうか、まあ自分の中で頭の中でこれ次これで、あとこれをこうしたらこうなるかなとかいろいろ考えて、その髪質とかそのお客様に合わせて、自分ではこう調合っていうのかな、こう使い方っていうのかな、この人にはこれをもうちょっと入れた方がいいかなとか、もうちょっとツヤが足りないからこれギュッとツヤ入れようかなとか、そういうこと考えながらやってるんですよね。でまだ最強の薬剤があるんですけど、それは、ちょっとメテオカラートリートメントとかを 1,2 回やってきて、だんだんこう当たり前のように感じるかもしれない時があると思うんですよね。そういう時にギュッとそのまた特別なのを使ってあげるっていうことを、考えたりもしているんですけど、まだ始まったばっかりで、5月の末ぐらいからぼちぼちやりだして、それからもう結構頑張って老体に鞭打ってやってるところなんですけど、ありがたいことに嬉しいお言葉もをいただいてます。はい。で、お客様は座ってるいただいてるだけでいいんですよね。あとシャンプー台に行ったりとかそういう感じだけで、私が一人でテンパるだけですはい、ということで、これね、こちら、はい、これがメテオの原型というか、その最初に出たものなんですけど、別に私がこれを宣伝するとかそういうことではないです。ただ何を使ってるのかなっていう感じがあったとしたらこれですね。これが、はい、名前はなんか長戸さんの動画をずっと見てたらいろんなこと言ってるから、面白いなと思いながら、はい魔法って言ってますね。はい、こんな感じでやってますので、本当に体験してもらってたらわかる、うん、ただくせ毛がすごくてとか、こういうウェーブがすごい方だったら、これはストレート剤じゃないから、カラー剤だから、あ、カラー剤じゃない、トリートメントだから、それをカラー剤に入れたり、ストレートの薬に入れたりすると、これをね、トリートメントとかに入れるとすごいツヤとかを発揮して、髪の毛がキラキラツヤツヤになるっていうものなんですけど、その調合によってパーマ剤になったり、カラー剤になったりとかってするっていう、はい、まあそれは私たちの美容師がやることなんで、お客様はお客様が安心してできるようにやってもらうような感じにまでいかないと私も提供できないので、まずはトリートメント、カラートリートメント、メテオカラートリートメントだけ今のところやってますが、はい、本当に喜んでいただけてるので、私ができないのがちょっとトリートメントだけでもできるのかなってちょっと思ってるので、それもちょっとまた勉強不足で、それもしできるんだったら自分の頭でやってみたいなって思ってますはい、あとそのうちで買えるものとしたら、例えば、ノットさん そのミストは買えないんですけど、アルテマさんのアルテマっていう会社さんと、長戸さんがこう開発してるものが今のメテオなんですけど、そのアルテマさんのミスト、ルカミストですね、それをと、そのサコンさんが作った、ノアオイルは、カームでも扱ってますので、はい、あとそうだな、インフォームもあるし、まあ、シャンプーとかは、まあ、似たような成分のみノットのじゃないけどみたいな、そういうのも、まあ、必要であれば、お取り寄せもできますが、はい、あとラディアントとかアイロンとかも、必要であったら私取り寄せ、ディーラーさんに言えば取り寄せることができます。ただ時間が どれだけかかるのか、人気があるものだったらちょっとお時間いただきますけど、はい、そんな感じでもう本当に毎日なんかメテオのことばっかり考えてますね。で、ただそのメテオカラートリートメントの方は、とっても人気があってですね、お客さんみんな喜んでくださって、次回もやりますって言ってくれる方もいらっしゃるので、はい、あ、それはお客様の自由なんで、今度は違ううちで扱ってるテラカラーがいいわってなったらテラでやるし、じゃあまだメテオカラーやりたいって言ったらメテオカラーで、それは全然自由なんですけど、まあ、ただやればやるほど綺麗になりますよっていうのは実際メテオカラー、メテオの効果で、はい、ツヤツヤサラサラが持続します。はい。
まあこれはやってみないことにはわからないことなんですけど、まあそんな感じで頑張ってますので、ちょっと動画の方がね、なかなかこういう動画しか撮れてなくて、私のなんかメイクとかまあメイク動画とか服の動画とかなかなか撮れてなくて、まあ撮れる時間があったら撮りますので、よかったら見てください。今日はこういったメテオのなんとなくこういうことやってますよみたいなお話をしたかったので、はい、よかったら何かの参考にしてください。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。